どうもこんにちは、整体院院長の藤村です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日はですね、肩こり頭痛に関係するある液体っていうものをお伝えさせていただきたいと思います。まあ、このタイトルだけ聞くとなんじゃそりゃって思われるかもしれないんですが、まあ、人の体を流れている液体って、まあ、イメージ、一般的には、まあ、血液とかリンパ液っていうものは皆さんこう知られている方が多いかなと思うんですが、実はこの肩こりとか頭痛とかそういったものを考えた時はですね、もう一つある非常に重要な液体があります。でそれが何かというと、先に書いてしまうんですが、脳脊髄液という液体です。脳脊髄液、はい、でなんじゃそりゃと思われる方も多いかと思うんですが、じゃあ脳脊髄液ってどこにある液体かというとですね、まずこう、これちょっと絵が下手くそで申し訳ないんですが、まあ、これが脳みそになります。脳みそで、脳みそから脊髄というものがこうつながってなってます。はい、でこの脊髄からですね、神経がピューッとこう出ていって、例えば筋肉を動かしたりとか、指令を出す神経が出ていったりとか、まあ、内臓を動かしていくような自律神経が出ていったりとかしているんですが、脳脊髄液っていうのはですね、実はこの脳みそと脊髄とかの周りにですね、硬膜っていう、まあ膜で実は脳と脊髄は覆われてるんですよ。でこの硬膜と脳みそ脊髄の間がですね、実は空洞があってですね、この空洞が液体で満たされてます。でその液体が何かというと、一番最初に出てきたこの脳脊髄液っていうものなんですね。はい、で脳脊髄液はどういう働きをしているかというとですね、まあ要は脳みそと脊髄を硬膜の中がこう液体が覆っている状態なんで、実は脳と脊髄は液体の中をこう浮いているような状態なんですね。なので例えばバーンとこう人に当たられたりとかしても、そんなにすぐ脳と脊髄にダメージを負わないように、まあ、クッションみたいな働きですねの働きを一つ行っております。でもう一つですね、重要な働きがありまして、例えば筋肉とか内臓とかっていうのは、まあ、そこに栄養を与えるために、まあ、血液が主に酸素とか栄養素っていうのを与えたりして、まあ、例えば筋肉使った後とか内臓が使われた後は老廃物が出るんで、そういったものも血液とかリンパを通って回収されるような構造になってるんですが、脳みそと脊髄はですね、実はこの脳脊髄液っていう液体の間を通って、まあ、栄養だったりの、を栄養を与えたりとか、老廃物の回収っていうのを行っております。なので脳脊髄液っていうのは脳みそと脊髄に栄養を与えたりとか、あとまあ老廃物の脊髄から使われた老廃物っていうの、出てくる老廃物っていうのをまあ回収したりとかっていうような働きを実は行っております。でもしですね、この脳脊髄液っていうものの液体の循環ですね、循環が悪くなってしまうと、当然脳と脊髄に栄養が行きにくくなりますし、老廃物も回収されなくなってしまうんで、要は脳と脊髄の機能がガクッと悪くなってしまうんですよ。要は神経の機能が悪くなってしまうんで、この神経の機能が悪くなると筋肉の緊張のコントロールがうまくいかなくなったりとか、まあ、自律神経が乱れていってしまうんで、内臓がうまく働かなくなってしまいます。そうすると筋肉が過剰に緊張したりして硬くなったりとか、内臓が働かないんで硬くなってしまったりとかします。はい、そうするとですね、もうもろに筋肉が緊張がなかなか取れない状態になってしまって肩こりが起きてしまうとか、あとはですね、実は内臓と筋肉っていうのも膜でつながっているので、内臓が硬くなって重くなると、まあ、下に下がっていくんですね。
そうすると肩の上の筋肉と内臓っていうのは実は膜でつながってるのが多いんで、まあ、その内臓由来の肩こりっていうのも起きてしまうことがあります。はい、さらにですね、この脳脊髄液っていうのが、まあ、こう循環しなくなるとそういうことが起きるんですが、なんでその循環しなくなってしまうかというとですね、実はこの循環を起こしているのがまずどこかっていうのを考えていく必要があります。実はこの硬膜の外側にですね、ちょっと一回こちら消してしまいますね。この外側にこうやって頭蓋骨がこんな感じで、こんな感じで頭蓋骨ですね、頭蓋骨があるんですよ。頭蓋骨で、頭蓋骨っていうのは実は一つの骨でできているわけではなくて、いくつかの骨が合わさってできています。はい、こんな感じですね。こう溝があるのが見えますかね。例えばこういった前頭骨だったりとか、はい、頭頂骨とか側頭骨とか長頸骨とか、はい、後頭骨とか、まああとこの奥にももう少しこうあるんですけど、まあこう上顎骨とか、こっちの奥の方にもこう恥骨とか、こういう頭蓋骨っていくつかの骨でこう連なってできてるんですが、実は血液の循環っていうのは心臓のポンプの働きとか、まあ、筋肉のポンプの働きでこう循環してるんですが、脳脊髄液は何が循環させているかというとですね、実は頭蓋骨は本当に小さな動きで開いたり閉じたりしてます。はい、で頭蓋骨のその開いたり閉じたりする動きでこの脳脊髄液っていうものは循環をしているんですが、結構ストレスがある方とかっていうのはこの脳、頭蓋骨のですね、開いたり閉じたりっていう動きが非常に小さくなってしまったりとかしてきてしまいます。あと、まあ年を取ってきてもちょっと動きが悪くなってしまう方も多いですね。そうなるとですね、ここの脳みそにですね、まあ、脳脊髄液っていうのがどん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 こう溜まっていってしまってですね、まあ頭がパンパンの状態になってしまいます。そうすると今度こう頭痛っていうものが起きてきてしまうんですね。はい、ですので、まあこの肩こり頭痛に関係するある液体っていうのは実は脳脊髄液っていうのがものすごく関わってます。で、実はこの脳脊髄液っていうのがうまく流れないと肩こり頭痛だけじゃなくてですね、まあ、うつだったりとか腰痛とか、まあ、そういったものも非常に起きてきてしまう、実は非常に重要な液体になります。ですので、まあ、結構ストレスを抱えていて肩こり頭痛がある方っていうのはこの液体を循環させていく必要もあるかなと思います。で、次回はですね、まあ、肩こり頭痛がお持ちで、まあ、ちょっとストレスを抱えているような方がこう脳脊髄液を循環できるようなエクササイズっていうのもお伝えしたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは本日も動画をご覧いただきありがとうございました。